はい、スイッチネームです。今回はですね、ウチナンチが選ぶタコライスの美味しいお店6選ということでね、観光客に人気のお店から地元の人に愛されてるお店まで6店舗紹介していきましょう。タコライスって言えばね、もうみんな知ってるとは思うんですけれども、沖縄のソウルフードとしてデイジー有名ですよね。僕もね、小さい頃からタコライスよく食べに行ってましたし、お家でもね、よく作って食べてました。まあ、すごくね、そんな身近な料理なんですけれども、それがね、チュラさんとかね、沖縄ブームになった時に、県外の人がね、タコライスって何ねんとね、初めて食べたけどデジおいしいよって言ってるのを聞いてね、え、こうマジでこう沖縄にしかないんだってね、その時初めて知ったんですよ。あれはデジ衝撃でしたね。こんなに美味しいの知らないんだっつってね。でも今ではね、もういっぱいのタコライス屋ができてるので、どこ行こうか迷うこともあると思うんですよね。なので今回はタコライス大好きのうちなんちがね、厳選して6店舗紹介しますので、まだ行ったことないお店があったらね、ぜひね、行ってみてほしいなと思います。はい、まず最初に紹介するのがね、女村にあるキジムナっていうタコライス屋さんです。ここはね、オムタコの発祥のお店としてね、有名なタコライス屋さんですね。4つのね、味から選べて、カレー味のソースがあるっていうのがね、ちょっとユニークですよね。でオムタコっていうのは、タコライスの上にね、ふわふわの卵が乗っているタコライスなんですけど、まあオムライスみたいなね、イメージでオムタコっていうんでしょうね。多分オムタコって名前を作ったのもこの、キジムナーです。そしてね、このね、ソースなんですけど、よくね、お土産屋さんでも売られてますからね、ぜひお家でも使ってみてください。はい、これがね、キジムナーのオムタコです。タコライスの上にふわふわの卵を乗っているオムタコですね。このね、オムタコはね、多分ね、うちなんちの人もね、びっくりした人多いんじゃないですかね。まあ、僕はね、最初に食べた時デイジーびっくりしました。まあ、見た時もびっくりしましたけどね。まあ、普通ね、タコライスっていうのは、まあ、ご飯の上にタコスが乗ってて、でチーズ乗せるかどうかぐらいでね、あとはまあ野菜乗っててっていうのが普通なんですけれども、そこにね、このね、ふわふわのね、オムライスみたいなね、卵を乗せたっていうのはね、デイジー斬新でしたね。しかもなんか見た目もあれじゃないですか、おしゃれじゃないですか。だから女性に人気で、まあ、最初はね、地元の人たちっていうか、まあ、僕なんかの周りとかでもね、オムタコって全然知らなかったんですよ。2、3年にね、できたみたいなんですけど、そのちょうどね、沖縄ブームで恩納村でできたっていうことでね、多分観光者さん向けにね、作られたと思うんですけども、地元だからは全然わからなくて、だけど今ではね、すごい人気になって、しかも美味しいから、ね、卵の相性抜群なので、だから今だとデポアイランドとかね、あとまあ三栄とか、あとイオンモールとかね、そういうね、沖縄 のデパートのね、フードコートとかにも入ってるような感じになってね、もう本当にね、タコライスの中のオムタコっていうのはね、みんなが知るようなね、そんなタコライスになりましたね。はい、これがね、キジムナオリジナルのハイサイソースっていうものですね。でこれね、サイト見てみるとね、主な原料は唐辛子、酢、ガーリック、砂糖、塩で、スパイシーで程よい甘みとコクのある旨辛味に仕上げました。化学調味料は不使用で、しかもグルテンフリー、糖質ゼロっていうことでね、そんな風にサイトでは書かれてます。で僕の印象としては、オムタコって卵が入ってるからデイジーやっぱ甘いというか、ね、普通タコライスって辛いイメージあると思うんですけど、すごく食べやすくなってるんですよね、オムタコは。
だから女性にも人気だし、あとお子さんでもね食べれるようなそんなあのタコライスだと思うんですけど、このねハイサイソースかけて辛くなるんでね、ぜひね大人の人たちはねこれ食べてほしいなと思います。ほんとコクがあって、ね、美味しくなる、あの深みが出るっていうかね、他のねソースとは違ってね、すごい唐辛子も効いてて美味しいんでね、ぜひこれは試してほしいなと思います。ここね、キジムラの女村店ではね、あの店頭でね、オムタコタコライスの特製ミートも販売されています。ネット叩くとね、結構ね、お家でできるレシピとしてね、いっぱい上がってますから、ぜひね、ここでね、買ってからね、カレー味もありますから、買って、あの試してみてほしいなと思います。で、あのハイサイソースもね、売ってます。これはね、あのもうネット通販でね、いっぱいいろんなところに出てると思うので、まあ、お家でね、タコライスだけじゃなくて、あのハンバーガーにかけたりとか、あとステーキとかね、かけても美味しいみたいです。沖縄のあの有名なステーキ屋もね、コラボしてたりしましたね。はい、今回オムタコね、紹介したんですけれども、オムタコってね、あの、まあ、ベーシックなタコライスに卵をトッピングしたみたいな商品になるじゃないですか。だからね、今回ね、あの紹介するタコライス屋もある中でね、ぜひあの王道のタコライス食べながら、トッピング界で1位のね、あのオムタコ、キジムラね、食べに行ってほしいなと思います。はい、続いてはですね、キングタコスのタコライスを紹介したいと思います。まあね、さっきあったんですけどね、まあ、王道のタコライスって言いましたけれども、まあ、まさにね、ここがね、タコライス発祥のお店になります。一番最初ね、パーラー千里って言ってね、あのこれは金にあるんですけれども、あのそこのお店であのご飯にね、あのタコスミートを出したっていうのがきっかけで作られたあのタコライスですね。で、そのここは普天間店になるんですけど、今回僕はね、普天間店で何で食べたかっていうと、ね、この盛り方がね、普天間店だけ異常なんですよ。で、もう盛り盛りで出してくれて、あのそれをね、あの今回見てほしくて、あの普天間店であの取りに行きました、食べに行きました。もともとタコライスっていうのはね、金町にあるキングタコス本店でね、あのキャンプハンセンの人たちに、米軍のね人たちにね、あのお腹いっぱい食べてもらおうっていうことでね、まあ、あの外国の人は野菜も嫌いだから、だからあのタコスミートでご飯とチーズでね、もりもりでね食べようと、ね、あの食べてもらおうってことでできた、そんなものがねタコライスの発祥なのです。で、それがねどんどん徐々に広まっていって、うちなんちも食べるようになっていったっていうね商品になるんですけど、まあ、特にねこの金タコっていうのが僕たちの本当ソウルフードです。いや、もうあの普天間店もそうですけど、もうね休みの日になったら行列ができるぐらいね、うちのアンチから観光客のみんなもね、あの食べに来るようなそんなお店ですね。で、あのあるね雑誌がね集計取ったね、沖縄での人に聞いた一番ね、あの沖縄で美味しいと思うお店なんですかっていうのでもね、1位に輝いたのがこの金タコのタコライスでしたね。僕なんかもね小さい時からね本当よく食べてました。で、僕はね、あの宜野湾市のね出身なんで、よくあのね、あの長田の金タコにねよく行ってたんですけど、中学高校とかはね本当ね、あのよく行ってましたね、部活帰りとかに。で、あの今はね700円だと思うんですよ、チーズ野菜って。だけど当時はチーズ野菜が600円で、チーズタコスっていうね、チーズがトッピングされてるだけ、野菜が乗らないやつね、まあ、500円だったんですよ。だからみんなね500円握りしめてね、デージハラスカしてね行くんですよ。でもそれでも食べれないぐらいねボリュームがあったっていうイメージがあってね、ほんとね、あの小さい時から食べてるソウルフードですね、うちのうちにとっては。で、あとはまあね、飲みに行ったりとかした後にもね、24時間だったんで、あの空いてたんで食べに行こうってね、みんなで買ってから公園で食べたりとか、あのね店内でも食べれたんで、やっぱ人もねいっぱいいました、24時間で。夜でもね、それぐらいね、まあ、うちランチにとってはね、本当に金タコのタコライスっていうのはね、大事なあの味だと思います。で、多分ね、これ見てる人たちの中でも、金タコの話しながらこのタコライス見たらね、本当口がよく金タコになるって言いますけど、食べたくなった人いっぱいいるんじゃないかなと思いますね。で、あの金タコっていうのは金が本店なんですけれども、ぜひね、あのまだ一回も食べたことないよっていう人は、あの普天間店も行ってほしいなと思うんですよね。
あのやっぱり盛り方が全然違うんですよ。で金の本店も店内で食べれるんだけど、あの折り箱の中に入ってるんですよ。だけどこの普天間店だけはちょっと皿に入ってきてもりもりで出てくるんでね、あの僕なんかの中でもやっぱりね、あの長田のテイクアウト行くんじゃなくて、それだったら普天間店まで行こうっていう人たちが多いんでね、ぜひ、まあ、一度も食べたことないっていう人まだいないとは思うんですけれども、食べたことない人はぜひね食べてみてほしいし、あの普天間店ね行ったことないよっていう人はね、ぜひ普天間店一回行ってみてください。まあ、駐車場がねあのないのがちょっとね、あの少ないのがねネックなんですけど、まあ待てばね飽きますから、それでね、あのぜひ普天間店も行ってほしいなと思います。はい、続いてはですね、北谷町にあるタコス屋ですね。ここはね、タコスのランキングの動画でもね、紹介しましたよね。まあ、あの女性にも人気で、あとね、新都心にある店舗とか学生とかデジいっぱいいたりとか、あと北谷町本店はね、外国の人たちがね、テイクアウトしてくるっていう、まあ、昔からあるね、老舗の人気のお店ですね。まあ、もちろんね、タコス食べるのもいいんですけれども、ここはね、タコライスもね、デージ美味しいんでね、ぜひね、今回紹介するプレート食べてほしいなと思います。はい、で、これがね、タコス屋プレートっていうやつです。タコス、タコライス、オニオンリング、ポテトが入ってね、あのボリュームもあるし、でいろんな味試せるし、しかもこれね、650円なんですよ。まあ、またここがいいですよね。学生でも食べられるっていうね、そんなあのプレートなのでね、これぜひ頼んでほしいなと思います。ここはね、まあ、タコスも美味しいんですけども、まあ、タコライスもね僕は大好き で、あのなんかね、金タコっていうとどちらかというとあの味クーターって言ってね、結構味も濃くて、あのチーズとかも太く分厚くてね、もうボリューム満点みたいな感じのタコライスだと思うんですけど、ここのはねどちらかというとねちょっと上品。タコライスってね、よくあのご飯の下にミートのソースがね、あの浸ってしまったりとかするようなことあるじゃないですか。でもここのはね、そんなこともなくて、結構ね、あのタコスミートもね、あのあっさりされてるし、あとチーズもね、分厚くなくて食べやすくなってます。だから女性でもね、多分ね、食べやすいんじゃないかなと思いますし、ただね、これソースはね、結構辛いんですよ、他のところに。だからかけすぎは注意なんで、ちょっとずつね、かけてったら美味しく食べれると思います。あとはまあね、このオニオンリングもね、まあ、音も出てましたけれども、あのサクサクしててね、レジコロも美味しいですからね、あの一緒に食べてほしいなと思います。まあ、タコライスの中ではですよ、タコライスの中ではそんなに味クーターじゃない、味が濃くない、まああの結構ね食べやすいあのタコライスになってるのがタコス屋ですので、ぜひ行ってみてください。はい、次はですね、ルーラーズタコライス、宜野湾市にあるお店ですね。ここはね、オーナーの人がね、牛丼のようにみんなに食べてもらいたいということでね、立ち上げたお店のようです。あの金タコのね、オーナーはね、あのタコライスっていうのはカレーライスみたいなもんだからって商標を取らなかったっていうのもね、話聞いたことあるんですけど、だからあのやっぱりみんなね、タコライスっていうのは気軽に食べてほしいっていう思いがあるでしょうね。今回はね、あのタコスとのセットだったんですけれども、あの本当ね、牛丼みたいにね、うん、あの器がね丼になってますよね、タコスで珍しくね。でここはね、あのセットとしてね、タコスもあるんですけど、トッピングとかね、サイドメニューとかもね充実してるので、あのいろいろね組み合わせて食べることができます。タコライスだけだったらね、450円っていうね、かなりリーズナブルなあの価格帯になります。まあ、奥にコーラも見えてますけど、タコライスとコーラっていうのはね、まあ、最高の組み合わせですからね。
ーズタコライスのタコライスっていうのはそんなにね辛くないですね。だからね多分女性の人とかあと学生さんとかあの お子さんにもね人気なんだと思います。だってやっぱねあのチーズとかもね細かくてあの小さいんでね食べやすいですよね。やっぱりねすぐペロッと食べるっていう感じですね。今回はねせっかくなんでタコスもね紹介したいなと思います。あの別のねタコスランキングの動画ではね紹介しきれなかった部分になりますね。あのここのねあのルーラーズタコライスのタコスは結構ねあのパリパリしてるところともちっとしてるところがねあのうまくバランスされてすごい美味しかったですね。これが1個ついてきてセットにできるっていうのはねすごくいいなと思いました。であのさっきも言ったみたいにねソースはそんなに辛くないんであのお好みでね付け足していくっていう感じでねあの食べれるんでぜひセットで頼んだらいいかなと思います。ちぎるときは、ね、結構もっちりしてたじゃないですか。でもねあのこの上の方のねあのところっていうのはパリッパリでねあの結構歯ごたえもあって最後もちっとするっていう感じで、ね、こう特徴的なタコスでしたね。なんかね僕的にはなんですけどねルーラーズタコライスってあのタコライスのファーストフード店みたいだなっていうのがね僕の印象なんですよね。まあ、例えばねトッピングがデージ充実してたりするんですよ。あのアボカドとかねベーコンとかもつけられたりとかシーザータコライスがあったりとかねいろんな自分のお好みに合わせてあのトッピングできるっていう感じで、だからタコライス単体は単品はねあの非常にシンプルなんですけれどもなんか自分で付け足していくみたいな形だったりとかあとサイドメニューがね充実してるんですよ、まあ、あのタコスからもあるしあのチキンとかもねあったりとかするんですよね。いろいろねセットにしたりとかあと最初の方に出てきましたけどコーラとかねつけるんですよね。だなんかおしゃれな感じでねあのなんか牛丼屋っていうイメージも確かにあるかもしれないんですけどどっちかっていうとなんかファーストフード店みたいだなっていう感じがしました。ここはね結構ね僕が行く時っていうのは結構学生さんが多かったりとかね女性の人が一人で食べたりとかっていう感じで多分ねやっぱお好みで選べるっていうのがねみんなのねあの人気のねあの秘密なんでしょうね。僕なんかは結構ベーシックながっつりの金タコとかにね行ったりとかするんですけどここだとねいろいろトッピングもできるしあのアボカドとかベーコンとかのね ABC タコスライスっていう、まあ、メニューもあるんでそれとかデージ美味しいっていうのがねあのいろいろね話題になってましたのでねぜひ皆さんもね、うん、あのなんか今回ねあの紹介したタコライスっていうのは老舗のところもあるんでね全部ねやっぱりねあのベーシックなタコライスっていうのが多いと思うんですけどちょっとアレンジしてみたいやつさとかちょっとねあのサイドメニューとかあのそういうセットにしながらあのタコライス楽しみたいやつさっていう人たちはねぜひねルーラーズタコライス行ってみてはいかがかなと思います。はい、続いてはですね、那覇市にある赤とんぼですね。ここもね、まあ、古くからあるお店で結構検索したらね上位に出てくるしあの、まあ、知ってるよっていう人多いんじゃないですかね。赤とんぼあとタコライスのランキングでもねここ紹介しましたね。ここでね販売されてるのはタコスとタコライスだけでタコライスはね小が400円、中が500円、大が600円っていうねリーズナブルな価格だしまあ本当ねあの立ち寄ってすぐパッと食べるみたいな感じのところですね。
赤トンボがあるねアーケード通りの周りっていうのはね中学校とか高校がね多いんですよね。だからあの帰り道ね、あの学生が立ち寄る場所としてね、あの夕方になるとあのいっぱいいます。あとはあのこのアーケード通りのね人たち、お店の人とか、あと働いてる人とかがねあの食べに来たりとかしてるんですね。まあやっぱねすごい人気のお店ですね。今見えてるね左側のところでね立ち食いができるっていう、ね、結構珍しいお店ですよ、ね、だから今回もねあのタコライスの立ち食いをしながらあの食べてきました。結構ねコンパクトですよね。でこれがソースね、これ結構辛いですよ。辛かったって、あの結構ねあの今回紹介してる中でもちょっと辛い方なんでね、あのちょっとずつつけた方がいいみたいですね。赤トンボのねタコライスって、まあ、あのお弁当みたいじゃないですか。であのここね場所的にもアーケード通りのところにあって、であの立ち食いっていうのもあるし、あとは、まあ、テイクアウトオンリーなんでね、だからあと学生とか来てから夕方ぐらいから、まあ、なんかみんなが集まってくるみたいなのもあると思うんですけど、なんか僕のイメージとしてはねどっちかっていうとランチとかねで食べるっていうよりはなんかおやつみたいに食べるものだと思うんですよね。まあ、例えば那覇とかって、まあ、観光客の方もそうだし地元の人もね、那覇に来たら車単とかと違ってやっぱ歩くじゃないですか。国際通りも車止めてから歩いてから遊ぶし、平和通りとかねで遊ぶ時も歩くじゃないですか基本的に。だから疲れますよね結構ね。まあランチとかだったらねいろんなとこ座ってから食べて美味しいの食べてからねあのできると思うんですけど、この赤トンボはねもうすぐね行ってからありますよって言ったらパッと出てきてね、で立ち食いしてあのまたあのすぐね次遊びに行くみたいな感じなんで、まああの昼時じゃないから過ぎてからね夕方まあ3時からね6時ぐらいまでにねなんかおやつ感覚でね立ち寄るようなそんなお店なのかなと思います。味もねそんなにねあの味クーターじゃないし、あのペロッとね食べれるんで、多分女性とかねあの、まあ、男性だったらねほんとね焼酎食べたらねいい腹ごしらえになると思うんで、まあ、ちょっとね那覇で疲れたやつさと思ったら思い出してもらってね食べに行ってほしいなと思います。で後ろの方にねあのゴミ箱がありますから、あのそこにね捨ててからあのまたね那覇の街繰り出して遊びに行ってくださいね。はい、最後にね紹介するのが名護市にあるカズタコスですね。北部のね人に聞いたらね金タコよりも人気あるやんにって思うぐらいね、あのここ美味しいよって紹介されるカズタコスですね。絶大な人気がありますね。店内はねなんか食堂みたいなねあの雰囲気なんですけれども、おばちゃんたちもね0時ね話しかけてくれてね、ほんと地元の食堂みたいなそんなねあのお店ですね。本当はねタコスも美味しいよって言われてたから食べたかったんですけどね、まあ、今回はねあのタコライス特集ってことでタコライス食べましょうね。ボリュームでね、なんとね、500円なんですよね。レジやすいですよね。しかも大盛りもできるっていう、どんなって盛られてくるかって思うんですけどね。今回は500円のもちもちでした。まあ、通常ね、店内で食べれるみたいなんですけれども、まあ、今、規制されててね、テイクアウトのみっていうことだったんで、ビーチでね、食べることにしました。ここのビーチがね、名護のね、ブルーシールと N&W の裏手にある、まあ、名前はないと思うんですけどね、そこのビーチのね、瀬戸内海の、座るとこがあるんでね、そこで座りながら食べようかなと思ってね、来ました。昔からね、タコライスをテイクアウトしてで、海岸沿いで食べるっていうのはね、まあ、沖縄あるあるなんですよ。
まあ、例えばね今回も紹介したタコス屋とかはね、あの茶壇の海岸走行のね海沿いで食べてる人多いですし、あと金徳もね海中道路で食べてる人多いしね、まあ、今回のねカズタコスもねもうここすぐ近くブルーシル裏手にこんな綺麗なねところがあるんで、そこで座りながらね友達と一緒に食べたりとか、多いんでね、ぜひね、まだやったことないっていう人はね、まあ、特にサンセットとか見ながらとかだったら本当最高なんでね、ぜひ、試してみてほしいなと思います。今回みたいにね、ほんとねピーカンの時はちょっと暑すぎるんでね、まあ、影見つけてね食べるっていう感じでいいかなと思いますね。カズタコスのねタコライスはね何もかけなかったらそんな辛くないですけど、このねソースかけたらね結構辛くなるんでね、そこはねかけすぎは注意してくださいね。なんか見た目はねそんな辛くないかなと思うんですけどね、まあまあ辛いんでね、そんなにかけすぎない方がいいと思います。やっぱりね、この波の音聞きながら食べるタコライスって最高ですね。ほんとウチナーソウルフードですね。沖縄旅行にね来た人とか、あとウチナンチュでもね北部に遊びに行くって言ったら大体ね名護通ってから本部とかね今帰仁とか行くじゃないですか。美ら海水族館とかね、ビーチも綺麗だし今帰仁とかで、あとね国頭の方、北の方ね、辺戸岬の方とかね、そういうとこ行くと思うんですよ。で、金とかね、あの辺っていうのはあんまり行かないと思うんですよね。で、今回もね、出てた金タコってね、金にあるじゃないですか。だけど、この名護とか本部とか今帰仁の方にはね、あんまりね、タコライス屋さんってないんですよね。でも、お腹空いてさ、タコライス食べたいなと思ってから、わざわざね、金の方まで行くって、遠いじゃないですか。だからぜひね、美ら海水族館行ったりとか、あとはまあ今帰仁とかの海行ったりとかしてからね、帰るときにね、名護だとね、ちょうどね、高速の手前だから、ぜひね、カズタコス寄ってほしいなと思います。なのでね、それでね、そのときにはね、名護はやっぱ海きれいなとこ多いんで、晴れてたらね、テイクアウトしてからこんな風にね、外で食べてみるっていうのもね、一度体験してみてほしいなと思います。はい、今回はですね、知覧地が選ぶタコライスの美味しいお店6選ということでね、お届けしましたけども、いかがだったでしょうかね。多分ね、まあ1店舗行ったことあるよっていうね、人多かったのかなと思います。うちなんちはね、まあ絶対ね、結構な店舗行ってると思います。特に金太子とかはね、もうデイジー有名ですからね。まあでもね、僕沖縄そばのランキングとか、あとタコスのね、美味しいお店とかも出してるんですけど、そこでね、タコライス食べたことないよとかね、タコライスって沖縄の食べ物なのっていう人もね、まだまだね結構いるんでね、まあ、ぜひねタコライス食べたことないとか、今回紹介したお店で行ったことないやつさっていう人がいたらね、ぜひ行ってみてほしいなと思います。本当にね、ウチナーソウルフードの一つですからね。そしてね、今見てるようなね、まあ、綺麗な海見ながら食べるっていうのもね、テイクアウトできるタコライスならではの食べ方ですので、まあ、ぜひね、それも試してほしいなと思います。じゃあそれではまたね、次の動画でお会いしましょう。